さあさあさあ始まりました。本日も父さんがお送りするそんな絶対な言ってんだろう忘れの時間がやってまいりました。ということで狂犬病を克服したふさおでございます。さて今回も引き続きガンガンクエスト回していきたいと思います。前回ですね一応クエストクリアちょこちょこしながら、まあ、気づいたのがショットガンの耐久がめちゃくちゃ減るね。スパス強いんですけど、まあ、品質1だからドラムマガジン以外は何もつけれないっていう状態。放射能モッドを手に入れたから放射能モッドつけたいんだけどね本当はね。あまり出し方なしと。ちょっと一旦荷物整理整頓しますね。はい整理整頓し終わりました。今一応スッキリはしたんですけども今前回から狙っているるつぼうは全然溜まってないよね。確か作業台作業所作業台作業所75分の58、全く進んでないですね。フォージャーヘッドを集めてスチールを作りたいんですよね。そうしないと何も進まないで、ちょっと今日もトレーダー巡りしますか。一応ガソリンがちょっと余裕出たのでもうちょっとバイク乗ってもええんちゃうんかな思ってるんですけど、一回トレーダー巡りさせてもらいまして16時58分、なんとか全トレーダー回れないかな。フォージャーヘッドを26000、あルツボ買えるかも。ルツボ2万円ぐらいでしょうね。確かどこに売ってるのかも全然覚えてないんですけど、とりあえず全部回ればどっかのトレーダーには売ってそうなんで、ちょっと今からルツボ探しに行きます。はい、まず1軒目というか2軒目というか弟の店からですね回っていって、ルツボはないかい。ルツボ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 ってどの列にあるんだ。ここの列じゃなくてこの列でもなくて、炭鉱がそもそも売ってますからね。この列じゃなくて元の位置、あーここかな。いやでもパッと見ないですね。ここにも売ってないか。おい2軒目のトレーダー到着いたしました。ここに売って、ジェーンの店でしたっけ。でもまあどっちにしろ品揃えは変わってるのでもう一回見直さなくちゃいけないんですけど、なぜかゾンビの声が聞こえるな後ろから、なぜだ。そこはスルーして、一旦ルツボが売ってるか売ってないか、これで見落とししてさ、さっきのトレーダー売ってましたよみたいなオチになりそうでめちゃくちゃ怖いんですけど、 HD チェーンソーが売ってる。こういうさ誘惑来るじゃんまたすぐで、途中でなんか衝動買いしそうで怖いんですけど、結局ルツボはここにもないですね。あーお宝ハンター改造パーツとか売ってるから欲しいんですよねこういうの余分なもの買いそうなんですけど、この列だね多分ツールの列だね。金床とかタープとか売ってるからここだと思うんだけどないですね。次行きましょう。3軒目のお店はこっちなんですけど、ついでにティアさんの一層クエストもここだな。レフト2軒と、ついでにクエストもここ寄ってクエストも受けてきますか。ついでにまだ17時なのに急に真っ暗になり始めたんですけど、何この天気。雨が降るわけでもなくフェラルでもないですよね。急に、ああいや雨だ、雨降り始めました。急に真っ暗になったからびっくりしたんですけど、とりあえずここのトレーダーともう一軒のトレーダー見てクエスト、まあでも時間目いっぱいまでジェーンのお店、このトレーダー24時間なわけじゃないんですよね。夜12時に閉まっちゃうので回れるだけのところは回りたいところなんですけど、ここも見ていきましょうか。ルツボ売ってないかな。売ってないね。かといって他に欲しいものもありそうでなさそうで、ありそうでなさそうな感じ。まあレクトはレクトで似てるのかな。衝撃ドライバー品質3が売ってる、これ欲しいな。だけど衝動買いはダメ、衝動買い衝動買いはダメだから諦めよう。ちょっと我慢、ここは我慢します。ちょっともうちょっと待って、はい次行きます。すぐ向かいにトレーダーのレクトがいるんで、ご兄弟のうちの一番末っ子かな、五男がここにいるはずなので、五男のお店を見に行って、なんかでもジェーンのお店だった気がするんだよな。クエストは最悪夜中でも行けるじゃないですか。やっぱ回るだけ回っちゃって見つけきりたい、じゃあ見つけきりたいですね。フイゴか売ってるのは。ルツボはこの列になければ多分ないですよね。ないなあ。違う、売ってる、切った、みんなルツボ売ってた、22,950円、買える買えた、売ってた、よかった。これで帰りにクエスト
こなしていけば完璧。よーし。てっきり J の店かと思ったらレイクドのお店に売ってた。ナイスレクト、いい品揃えです。5段一番末っ子がいいもの仕入れてましたね。この段階でルッツボが手に入るのは一番でかいか。うん、あとね、フォージャーヘッド十何枚集めるよりこのよっぽどいい買い物できたんじゃないですかね。よし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 、とりあえず帰り道のクエスト、これをサクッとクリアしていきますか。ウィーティアクエ会場到着いたしました。あれ、これ前受けたことあるな、このクエスト。これ知ってんぞ、これ。あ、ほら、あ、これ知ってるわ。あ、じゃあまあ動画的には同じ絵面になりそうなんで、カットで吹っ飛ばすとしてサクッとクリアしちゃいますか。ほい、こちら。はい、次の方。はい、次の方。ここも見てチェックしといて、まだ生きてる。ここもいるよねー。オッケー。で、ここから一度屋上に上がりの、屋上にいた気がする。はい、実験隊 H 君、ヘッドショットでしっかり決めていく。で、ここから確か降りるんでしたよね。ここ降りて、ここからぐるっと回り込んで下の階行っていいの。何この白い人。はい、白い人います。ここ施錠中で、こっちから回って、ここを見て、ここはいない、弾薬の小山出た。ジャイアント、えいよいしょ、あらよ。はい、弾薬の小山は回収します。実験隊いるよね。あ、やばい、両ドア閉まった。扉、うん、違う、そう、そういうこと。まだ生きてる、まだ生きてる。 OK、 こっちは、あ、こんなもんですね。アイテムだけか。で、ここ降りますせと。で、降りたら開けて、ここからそこで、そう、そう、そういうこと。こっち。他にいないね。他にいないなら、ここもしっかり制圧しときまして、回り込みまして、こっち突っ切りまして、美味しいものボックスあって、ここが最終部。いや、早い！ただ、発射レートが早いんです、こちら。ありがとうございます。うわー、トレーダーと話す。スパ最高だぜ。よし、じゃあ、美味しいものボックス回収して、さっちゃん、泣いてるな。ちょっと急いで回収していきましょう。回収して、ここも回収して、どこだい、どこで泣いてる。あ、いる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 。はい。もう一匹は、さっちゃんが一匹いるってことは、もう一匹いるよね、さっちゃん。で、ここは、あんま、いや、最初からオーガで開けるつもりでした。最初からこのチェストはオーガで開けるつもりで、ロックピックで開けようと思っていません。うんと。はい、中身は回収。ナイス、なるはやで。こっちも回収していって、ここも回収していって、この上も回収して、違う、ここ、ここ、ここも回収。はい。で、この下もついでに、回収します、ね、回収したね。よし、ざっくり回収終わりました。戻りましょう。でもやっぱガソリン使うだけあって、バイクの方がやっぱ速いっすね。やっぱチャリと比べていや、チャリもチャリで速いんですよ。自転車も速いんですけど、やっぱ最終的にガソリン使う分だけどバイクの方が速いですね、移動は。でもまあまあ言うてバイクだな、やっぱり。はい、戻ってまいりました。と先に報告だけしといて、ルツボで早く溶かさないといけないので、はい、報告。8倍スコープモロット深くてる、ロックピック絶対いらないよね私にはロックピックいらないんです。アーマープレーティング改造パーツ、こっちをゲットします。ねえ、本系もゲットしてますから、読めるやつは読んどいて。あ、トリプルポケット、あ、 SMG ゲットしてる。あ、ナイス、これでかいな。これ解体しといて、あ、これでかいね。SMG、ピストルやっぱね、火力が弱いからどうしようもなかったんですけど、これで SMG ゲットして品質4です、しかも。これは結構でかいですよ。これで、たまりにたまった9ミリ弾が使えるようになりますね。よーし。はい、戻ってきました。こちらのかまどにるつぼをセッティングさせていただきましょう。いいですね。これでスチールも作れるようになります。そうすると次、鉄が足りないのかな？あー、全部連鉄にしちゃってる状態か。今たまりにたまったスチールと炭鉱、炭鉱1個しかありませんでしたっけ。ありますね。一応今炭鉱が75、連鉄が384あって、私なんでスチールが必要でした。あ、そう、火炎放射器を作りたかったんですよ。そもそも忘れてる本末転倒とはこのことだ。火炎放射器、これに炭鉱が600連鉄はいいね。
384、200あたり入ったんで、スクラップポリマーもめちゃくちゃいるな、これ。200、バネ20、伝説のパーツ1。でも、スクラップポリマーはそんなに使ってないので、2503、めっちゃあるわ。ってことは、あとは鉄掘って、スチール作りですね。今からは。OK、荷物の整理整頓もできたんで、ちょっと鉄掘りしてきますわ。せっかくるつぼ手に入れたんで、ここら辺で茶色の点を見つけて、茶色の点を下に掘れば、このバッテンって茶色の鉄鉱石が全部埋まってますよっていうことでいいのかな。この下こことかあるじゃないですか。茶色のバッテンはそういう扱いでいいのかな。ここじゃとりあえず目指していってみましょうか。 187m、 ダッシュも速いんです。今ウサインボルト並みの速さなんでね、私足の速さが。はい、現場到着です。あ、やっぱそうですね、これってこの上のとこだけなのかな、それともこの下掘れば鉄が取れるのか、ちょっとどうかわかんないですけど、ちょっと下掘ってみますね。ちょっと待って、全然鉄出てこないんですけど、それ結構掘ったんですけど、ここのバッテンは別に鉄の鉱脈があるわけじゃないってことかい。上の表面だけなのかな、鉄があるのは。そうなると他の点がないから、鉄鉱石の鉱脈見つけるの結構大変になるけど、黒い点とかのはあるんですけど、この下、え、嘘でしょ、もうちょっと掘ります。あ、一瞬出てきた出てきた出てきた、一瞬鉄が出てきました。あー、出た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 、よかった、やっと交渉にぶち当たりましたっていうところで、耐久が、嘘でしょ、耐久なくなった。これで修理かけて、これはそのまま修理できますね。あ、よかったよかった、よし、ちょっと鉄掘ります。これ、ここ、ここ、そこ、これ、これ、という、やっぱ来るよね、こんだけずっとオーガ回してたら。ちょっと待って、まずい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 、なんか叫び声聞こえる、叫び声聞こえる。1回出て、そんなに、いや結構来てるな、ごっついやつもいる。あ、でもそこまで強くないぞ、そんなね、そんな、そんな、あ、意外や意外、そんなにいない、ほら、あ、優しいですね今回、そこまでごっついウェーブになってないです。どうです、結構ゴリゴリ掘ってたんですよ、ずっと無視して。まあそろそろ来るかなと思ってたんですけど、あ、これなら大丈夫そうだな。よしよし、引き続き掘ります。ちょっと微妙ですけど、ざっくり掘って今13,697まで貯めることができたんで、これで一回家に戻って、ちょっと溶かすだけ行って溶かしましょうか。このワンスタックの数がちょっとこれ特殊なんで、これどんだけ詰めるんですかね、ワンスタックに。13,697が多いのか少ないのかが全く分かんないんですけど、これをかまどで溶かす、溶かしといてだね。で、ちょっと一個気になってることあって、これ、モッドオリジナルの炉なんですよね、かまどなんで、金属を精錬して、ツーリアの武器をクラフトします、石を溶かして、セメントをクラフトすることができますと、スピードはこっちの方がワンチャン速い気もしないでもないんですよね。連鉄銃と、あ、フイゴがいるんだ、そもそも。あー、そういうことか。私、フイゴって作れます？あ、フイゴも一応作れますね。フイゴを先に作りましょうか。木材とパイプ、はい、木材革、鉄パイプにダクトテープと釘、これ全部ありますね。とりあえず一旦先にフイゴを作って、そっから炉ですね、これ、こっちですね。これも気に入れて追跡、連鉄が10、あー、いける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 。でこれでフイゴが完成したので、これで HD 炉が作れるはず。あー、いけますね。よし、こっち作ってみましょうか。はい、完成いたしました。さてこっちのモッド専用の炉はどんな感じなんでしょう。ちょっと待って、全然アイコンと違うんだけど、これねえ、これ何これ、ちょっと、はい、これちょっと待って、アイコンはさ、ラストのさ、フイゴ、フイゴじゃないわ、炉の形してるのに、普通のちょっとこれ、やけどしそうだな。一回オフにして、これ、見てこれこれ何？これちょっと待って、これは？いや、こっちよ。
あー、ここにも不意語。こっち一回どんな感じになるかやってみましょうか。こっちでも不意語セットできますね。で、これ溶かしてる分もあるので一旦これはこれで回しとくべきだと思うんですけど、一旦こっちにセッティングさせてもらいまして、これで粘土と、鉄でスイッチオンで、これでどのぐらいの速さで溶けていくかなんですよ。3秒2秒1秒だいたい1個溶けるのに5秒で10個できますね。こっちも同じぐらいかな。気持ち的にこっちの方がたくさん作れる気がしてるんですけど、勝手にね勝手にどうなんだろう。あ、こっちか。こっちのかまどの方がたくさん作れそうな気がするんだけどな。あ、鉄の分量が少なくて済むとか。いや、そういうわけでもなさそうですよね。あ、違う、これあれか、わかりました。1マスで済むんだ、設置範囲が。これ2マス使うけど、こっちは1マスで置けるよって、ただそれだけのことかな。小スペースでいけますっていう。なんかね、溶ける速度とか出来上がるコストとかってそんな違いはなさそうな感じなんですよね。多分マスの問題だろうね。まあでも結局こっちの HD 炉を使ったとてですよ、600個これ炭鉱作るのはめちゃくちゃ時間かかるから、これは今すぐ火炎放射器とはいきませんね。でも結構溜まってきてるんですけど、今品質の炭鉱か、炭鉱ブーツと遊牧民ヘッドギア、農夫ブーツ、ハットにグローブ、説教者ハット、キコリセットの品質1位ですもんね。執行者は確かマグナムですよね。ライトアーマー、あー、フルセットマグナム、リロード速度上昇だから、そんな恩恵はね。ローグ衣装は旧紙幣とデュークのカジノトークン略奪上昇。あー、レンジャー、リボルバー、ショットガンないですよね。レイダー衣装、重症デバフ、あー、レイダー衣装、レイダーグローブ、あ、ヘビーアーマーチだけど、これ揃ってきてますね。ちょっと待って、これレイダー全部フルセットいけるわ、これで。さりげにこれを、改造して外します。で、こっちも改造して外します。で、こっち改造に C の置きます、置きます。で、完了します。で、こっちも改造する。で、装備します、完了。で、着用の着用で、私はオッケー、フルレイダー装備になりましたね。重装装備がこれできたので、スキルも重装装備を軽減できるやつ、ヘビーアーマー、これ取ってた方がいいですね。これを4つ全部取っちゃえば、これでペナルティはかからなくなったと。いいよーし。さあ、ということで皆さん私はなんとか火炎放射器を作るために、もう一晩中ずっと鉄を焼き続け、ついにこの瞬間がやってまいりました。600集まった長かった。そしてこっちの作業台で作れます、火炎放射器。ここから2分です。さあ、来ました。3、2、1、できたー。品質楽の火炎放射器、いいだよ、火炎放射器。ちょー、ちょっと待ったアイコンと全然違うのでできたんだけど、何くしか見よ、ちょっと前見えないんだけど、全然こんなにアップになることある、これちょっとね。いや、もう銃口からさ、メラメラしてるから、なんか火炎放射器っぽい感じが出てるんだけど、こんななんか近未来っぽい感じで大丈夫ですこれちょっとで、これでリロード、あ、違う、リロード、え、何このマーク、火炎放射器の燃料、え、ガソリンじゃないの、ちょっと待った、え、何、あ、説明書、説明書。火炎放射器の燃料にはガソリンを使います。あ、ガソリンあります。スキル69年の交付によってポイントを追加して品質を向上します。使用弾、HD 火炎燃料。あ？おいおいおい。おい！おい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 、ちょっと待ってね。ん？あった、これだ！あ、いや、もう、オイルシェール持ってないから！